皆さん、こんにちは。今回の動画は、早稲田2020 1第26 2回直前期の過ごし方というテーマです2 0年の早稲田道もですね、残すところ、今回の最後というところで,ですね、1月2月の直前期の過ごし方というものをテーマに、今回はお話をしていきたいというふうに思っています。えー、ではですね、えー、毎回言ってることなんですが、この動画の大きな目的として4つありますよというところで、1つ目が、えー、早稲田の入試情報の発信、2つ目が効率のいい勉強法の紹介。 3つ目が、早稲田の問題を解く鍵となるポイントの紹介。4つ目が、モチベーションアップというところですね。今回は、直前期の過ごし方というところで、2番目の効率の良い,い勉強法の紹介というところになると思います。 これからあ、年明けの段階でですね、まずはこう共通テストのポイントとかをこのワスタドの中で、えー、こう動画としてテーマにしながら、あとはですね、この3番のワスタドの問題を解く鍵となるポイントの紹介というところで、毎週毎週ですね、えー、学部なり、あとは科目なりで、本当に鍵となるポイントの紹介をおこう毎週毎週更新できたらいいなというふうに思っております、えー。ではですね、今回のテーマに入っていくんですが、直前期の勉強というところで、やはり直前期というと、この過去問が意識されると思うので、まずは過去問についての話。 それから1月どんな勉強をするのどういう過ごし方するので、2月の過ごし方、えー、勉強法。で、えー、4番目のところでメンタルと生活習慣といった、こういったアジェンダで今回動画のお話をしていきたいというふうに思っております。ではですね、えー、早速本題に入っていくんですが、過去問について、丸1というところで、えー、過去問を解く意義は大きく分けて2つというところで、まあ、この動画の中でもですね、何回か話してるかもしれないんですが、 一つ目、えー、入試問題に慣れて、実力を発揮しやすくするというところで、えー、この問題を何回か解くことによってですね、その実力で本番、えー、同じように自分があ持っている力を発揮しやすくするよ。時間配分とかを気にしながら、えー、実力がきちんと出せるようにしておく。そういった状態に持っていくといった意義が一つ目にあります。二つ目、えー、これが合格までに足りないところを把握して補うことに役立てる。この補うというのが大事なんですね。えー、ただ、あーできないところを分かって、そのできない、えー、ままにしておくってことではなく、何ができないのか。 じゃあ、どういうふうにそこを埋めればいいのか、このサイクルをどんどん自分でこの PDCA の,のサイクルをですね、えー、どんどん本当に回していくってことが、本当に最後直前点数を上げるのことにつながっていきますので、この去問を解く意義、目的というところで、1番、2番、特にこの補う、2番の補うというところ、できないところを補う、これを意識しながらですね、過去問を解くとことが大事だというふうに思います。 で、二つ目のところ、どれくらい解けばいいのというところで、まあ、答え書いちゃってあるんですが、まあ、結論から述べると、終わりはないというところで、5年解けば終わり、10年解けば終わり、こういうい何年解けば終わりとかではないですね。この1番、2番の、この意味のところで実力を発揮しやすい状態に自分が持っていけてる。それからこの PDCA を2番のところで回す,、えー、回すにあたって、きちんとできないところの把握できているっていうのをやる中で、何年自分が解けばいいのかっていうところと、あとはですね、時間との戦いなので、 えー、このワス田の中でも、例えば3つの学部を併願するなら、それぞれ3つを同じように過去問を解かなければいけないので、えー、なかなかその中で、えー、あとの残り3つを、なかなか10年分、10年分、10年分、30年分やるとかになるとかなり厳しいと思うので、じゃあ自分の中でこの3つの学部を特にはどのように解いていったらいいのかな。 というところでまあ30年分ぐらいだったらなんとか1日1つこの共通テスト終わりぐらいから解いていけばなんとかギリギリ終わるかもしれないですがなかなか厳しいと思うのでですね、えー、この2番の足りないところを補うとかああいう時間もあると思うのでそうするとその中でうまく調整しながら自分がどれくらい解けるのかなっていうところになってくるとですね、えー、終わりはないといった答えになりますしあとそれは何回解くっていうのは人それぞれになってくるのでなかなか答えとしては出しづらいというところなんで、えー、結論から述べると終わりはないというふうに書かせていただきました。 以上が、この過去問について一番のところで、大きく分けて過去問の意義、それからどれくらい解けばいいのかいっ受験生が多く抱えている疑問について、アンサーとして話をしていきました。次の部分ですね、過去問についてというところ2ということで、ここに関しては4つのことをテーマに話をします。まずは、死亡する各学部のですね、あ、こう学部が抜けてますね、各学部の過去問を優先して解こうというところで、先ほど、丸一のところでも話したんですが、その、 いくつか受ける場合はですね、優先度を考えながら、えー、そのどれくらい解けばいいのかっていうところをやらないと、はじめにじゃあ各学部の中で本当にこの学部だけ10年解いて、だったら他の学部はもう過去こも本当に1年しか解いてないとか、もしくは解かずに受験に臨むなんてことにならないようにですね、この優先を考えながら解いてみてください。で、2つ目のところですね。 早稲田のの傾向があるのでうのどういうことかというと、えー、他の学部の過去も役に立つということですね。もう本当にその例えば、小学部に行きたいとして、小学部の過去も解き尽くしてしまったとっいうときに、まあ、特にですねこう日本史、世界史とかこの社会系の方はです、ね、この早稲田大学の中で出やすいところ、分野、時代等がありますので、その早稲田の傾向をつかむという上でも、他の学部で,ですね。例えば、本当に日本史なんかは、 1>, 1年前の本当に法学部で出た問題が次の年の小学部で出たとか教育学部で出たこういう話ってえざらにある話なので本当にえこのかっかっ他の学部の過去問が役に立つっていうことがあると思うのでえまずはその行きたい学部の過去問を解くんですがそれでもまだもう解き尽くしてしまったって受験生は終わりはないのでですね他の学部も解いてみてくださいといった話になります3つ目復習は必ずやろうこれはもう口を酸っぱく何度も言ってることなんで大丈夫だと思うんですが解きっぱなしには絶対にしないでください 4つ目、点数で一気一憂しないというところで、これなかなか難しいんですかね、えー。本当に、えーまあ、なかなかこう点数が取れなくて反省するということはあると思うんですが、点数が良かった時にですね、あもう受かったぐらいのつもりになって、気を緩めるのではなくてですね、まあ、勝って兜の尾を締めようというところで、本当に、えー、常に気を引き締めながら自己成長につなげてみてくださいというところで、ちょっと上から目線になってしまってるんですが、ね、なかなかこの一気一憂しないって難しいんですよね。本当に点数が良ければ、 嬉しいですし、ダメだったらダメだというふうに落ち込んでしまうと思うんですがね、この本当に一気中しないんだぞって自分の中でこう心に入れておくだけで、えー、またこの自分のメンタル、モチベーションというのは変わってくると思ったので、今回この4つ目にこれを入れさせてもらいました。えー、以上がですね、過去問についての大きな説明、えー、意義だったり、その解き方だったりの話になってきます。次ですね。 じゃあ1月、具体的にどんな勉強をしていったらいいのというところで、まずは共通テストを優先して考えようというところで、まあ、人によってこの共通テストの使い方が異なるので、まあ、比重は異なると思うんですが、まあ、早稲田では使わなくても、他の平眼光で使うっていう場合が多いと思うんで、やはりここを大切にしながら、この早稲田あーだったり、まあ、他の国立を受ける受験生は国立の2次との,この比重とかを考えながら、共通テストの対策をまずはその共通テストまでやった方がいいというふうに思います。 で、共通テストが終わったらですね、早稲田の対策に全力で切り替えるというところなんですが、えそんなん当たり前じゃんって思うかもしれないんですが、なかなかこの共通テストが思わしくなかったというときに、なかなか切り替えられずに、本当に早稲田大丈夫なのかなとかいろいろ引きずってしまうことがあるんで、本当に今のうちから頭に、えーえー、入れといてください。本当に終わったら、共通テストが終わったらもう本当に次の日から、もう絶対そこに行ってやる、早稲田に行ってやるっていう気持ちで切り替えられるようにしておいてください。で、3つ目、年末年始、えー、これはメッセージなんですが、 えー、勉強できるところが限られたりするけれど、ゴールはもうすぐというところで、例えばお正月ですね、えー、今までカフェとかで勉強したけど、カフェが空いていない、図書館が閉まっている、こういうことあると思うんですが、本当にゴールはもうすぐなんですね。勉強は最悪自分のお部屋ではなかなか集中できないかもしれないですが、自分の部屋でもできますし、自分の家でもできると思うので、なんとか本当にゴールはもうすぐのところで、1月勉強を踏ん張ってくださいといった話になります、えー。2月ですね、もうここまで来たら本当に最後の最後なんで、 自分を、自分が行ってきたところを信じですね、繰り返すだけというところなんですね。過去問題という直前、予想問題の繰り返しというところで、本当に繰り返し繰り返しをやっていくんですが、その中でこの要注意というふうにしたんですが、直前で今までやってきたことから、 大きく異なることを無理してやらない。これ本当にこの無理してやらないって重要なんですね。でも毎年必ずいるんですよ。今まで本当に繰り返してきたんですけど、直前になって、え本当にこれで大丈夫だったのかなっていうことで、えー、まだ何も、受験も受けて終わってないのに、本当に大きく転換をしてしまって、なんか本当にこう今までと違ってやっ,たやってることと180度違うことをやっているような受験生っているんですが、まあ、なかなかそこから成功するの,っていうのは難しいので、本当にま不安になることもあるとは思うんですけどね。 自分が積み重ねて,みた、えー、積み重ねてきたあこの、ここまで、今までを信じてですね、さらにそこに上積みを乗せていくといったイメージでですね、本当に繰り返して、えー、やってきたことをさらにこう発展の形でやっていくということが大事になってくるというふうに思います。えー、以上で、本当にこの幼稚園のところ、気をつけてください。えー、本当にこういうふうにしても、本当に毎年毎年必ずそういうふうに、えー、大きく無理して変えちゃう受験生がいるんで、本当にそこのところは。 ですね、また、あ、新しい何かをやるというところで大事な部分ができたりもするんですが本当にこ無理してというところを強調してお話としてまとめたいというふうに思います。ではですね、えー、4つ目のと最後のところでメンタルと生活習慣というところで、まあ、メンタル的にこれから本当に毎年受験生見てるんですが一番不安になりやすいですし本当に厳しい時期に突然するんですね。 なので、本当に一日一回は必ずこうリフレッシュした時間を作ってですね、えー、その人によって違うと思うんですが、まあ、10分でも30分でもこうこういいので、そのリフレッシュする時間というものを作ってですね、こうちゃんと生活習慣を回してみてください。それから二つ目、一年間頑張ってきた自分を思い出して、きっとめちゃくちゃ成長してるはずというところで、まあ、なかなか受験ってこう人との戦いに見えがちなんですが、こう自分との戦いでもあって、こう1年前の自分、半年前の自分、3ヶ月前、1ヶ月前、えー、1週間前、 さらにはこう1日前の自分と比べてこう成長してるはずなんですね。なので、その成長してきた部分を信じて、これから1ヶ月、2ヶ月でさらに成長する。ここを信じて勉強を頑張るってことが大事になります。えー、3つ目、最後まで諦めないこと。お直前にやったことはあ出る可能性もというところで月並みになってしまうんですが、必ずですね、この最後まで諦めないこと、これは実施してください。 えこの早稲田を受ける受験生って次第をたくさん受ける場合が多いんですがその次第を例えばあ午後から10個くらい受ける受験生っていうのは本当に多いと思うんですがその中で,ですね、えー、全部直前まで頑張っていると本当に1日前にやったところ、えー、日本史だったり英単語だったり、えー、世界史だったり本当に古文単語だったりいろいろあると思うんですが漢字だったり本当に直前にやったところだったり本当に直前の試験の直前の前の時間に見た あ資料集読んでたっていったところが出る可能性というのは本当にあるんですね。それが本当に5個、えー、から10個とかたくさんの大学の学部入試になれば本当に、えー、むしろそういった直前にやったところが出る可能性の方が高いと言っても過言ではないくらいなので本当に、えー、直前まで最後まで頑張るってことが大事になりますというところで、えー、これらあメンタルと生活習慣も直前期気をつけてくださいといったまとめになります、えー。すいません、今日もちょっといろいろ早口で喋ってきてしまったんですが何かわからないところとかあ意見がありましたらコメント欄までよろしくお願いします。 でではですね、最後のところ、今日の一言というところで、えー、今回はですね、アインシュタインの心はとどまる言葉を持ってきました。どうして自分を責めるんですか他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだから、いいじゃないですかといった言葉ですね。えー、なので、この時期こう自分ができない、できないというふうに責めてしまう,う受験生もいると思うんですが、あこう誰かに責められるというの時が、あ ダメ,ダメなときは本当に誰かに責められるわけだから、自分で自分を責める必要、こういうのはないんじゃないですかっていうところで、本当に救われる言葉ですよね、えー。心温まる言葉だと思ったので、本当に自分を責めるんじゃなくてですね、自分に自信を持って、本当に絶対受かってやると言いった気持ちですね。本当に自分を責めることなく、うーん向上心を持って、ポジティブに、ポジティブに、えー、最後の期間、えー、乗り切ってほしいなというふうなメッセージから、今回アインシュタインのこの心温まる言葉を持ってきました。 え以上でですね、今日の一言まで話してきたので、えー、今回この動画はあ終わりになるんですが、本当に何かありましたら本当に気軽にコメント欄まで、えー、よろしくお願いいたします。えー、それではですね、えーえー、今日も本当に最後までご視聴いただき、えー、ありがとうございました。用意をお年しというところでこの動画を終わりたいと思います。